どうも、わきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この栄冠9の動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価押していってください。さあ、では今回はもう栄冠9で一番楽しいオフシーズンをやっていきたいなと思います。昨日ちょっと初めてお休みしてしまい大変申し訳ございませんでした。またね、これからどんどんやっていきましょう。さあ、ということで今週はずっと雨ですね。今雨降ってて思ったけど台風も来るみたいなんで気をつけましょう。今年の夏でも一回も台風来なかったですね。珍しい。8月基本的にずっと晴れだったもん。ちょっと待って、そんな話してたら全然見てなかった。芦川、ってことは誰が外れたんだ。まさか芦川入った。岸野か。岸野が外れたか。一番打ったまであるのに。いや、でも芦川はすごいっすね。二刀流でドラフトかかりましたね。意外ですが、意外な結果にという感じで。ということで、なんとなく雨降ってるので、スポンジとバケツも使いましょう。さあ。このオフは、アイドル野球マスとかで、もうほんと黄金期作るためにはオフが一番大切になるので、しっかりとですね、いろいろやっていきたいなと思ってます。よし、早速アイドル、ナイス。なんてったってアイドルですよ、ほんとに。そして、めっちゃ体力減ってる。気をつけよう。このオフにまた一人マネージャーが卒業するので、そこのアイドル画にも期待していきたいところだなと思っています。さあ、しっかり育成していきましょう。市原、これでミート上げて、記者までに間に合わないかな、さすがに。村野もミート間に合わないかな、これ。なんとか記者チャンスをね、つけていきたいところですけど、まあ本当にアイドルとか次第かな、というところではありますね。はい。まあ、稲倉はショートなので、やっぱり守備面をね、上げていきましょう。どの上、まあ、いずれ弾道を上げますが、まあ今練習指示あるから。でも次アイドル踏むかもな。まあ、またでいいか。いや、もうやっとこ。やっときます。この微妙な感じのやつ。宮本さんはこれは間に合わないので、おそらく。記者には。もうちょっと走力上げとこうかな。まあ、しっかり走れるようにというところですね。はい。和田さん強っ。普通にいい選手。はい。まあ、弾道上げようか。まあ、パワーヒ持ってますけど、ミートで打つときとかっていうのも考えると、弾道上げといてもいいかなと思います。で、高見沢はひたすら守備上げて、センターとして守備範囲を広げていきます。で、末松、サブポジファーストつけます。なんかファースト結構、誰か欲しいなっていう場面が秋大会多かったので、まあ、つけておいて損はないかなと思います。岩橋はどうだろう。ミート勝手に2月までには上がるんじゃないかという予想。勉強と緑マスを踏めばそこそこ体力回復しないかなと。回復で言うと、ただあれがいいんですよね。食事会が一番強いんですが。まあ、おむすび2個を使いますか。さあ、これアロマテラピーで4ぐらい文化祭の後進んじゃおうかな。お、新入生スカウト来ましたね。さあ、11月ということで、もちろんこれからやってくるよと。今年も天才ピッチャーを絶対見つけてやろうと思ってます。で、一芸が天才多いという噂もあるんですが、僕はやってる感じそんな感じはしないので、今のところ一番天才が来たのはまず地元。はい、地元から行きます。まあ今年はちょっと地元はあんま強くない感じかな。これはもう行かなくていいですね。よし。で、しっかり使っとこう、いろいろ。本気で行くぞ。このオフは全力育成。観戦アイドルでテンション組んだ、まず。で、ここで練習指示を使っておきます。新入生スカウト、ナイス。まあ、っていうか、まあ、あれは
来る回数が決まっていて、ほぼほぼその回数は来るので、まあ間違いないでしょう。高見沢も弾道4にしてもいいんですけどね。まあでも守備上げてますからね。で、今、どの上ですね。はい。ファーストサブ、どの上もサブポジファーストありだぞ。守備良くないし、バッティングはまあまあいいし。やろ、それ。サブポジファーストあり。これでまあ相当チームを回せるようになったかなと思います。で、新入生スカウト。ということで、投手、もうだから投手に絞っていく。いやでもそれ、もうそれです。怖いけど。いやでも天才投手どうしても見つけたいみたいなとこあるんだよな。とりあえず投手いきます。でも、よっぽど強い選手以外は、あんま行きません。池内っていうのもそんな強くないですね。だったら自由枠で置いといた方が、天聖 OB とか、野良天才が来る可能性があるので。まあ、あれくらいの能力でパワヒー、アベヒー、威圧感持ってたらいきますけどね。今のはイブシ人だったのでおそらく、見送りましょう。ナイス!ナイス!しかも総合練習持ってる。マジナイス。で、スポンジャー使ってる。まあ一応アイテムくださいと。いや、ナイスナイスナイス。完成アイドル決まった。これ数人かなり上がるパターンだと誰が上がるかわかんないので、あんま良くないんですよね。まあそれが本当に中心選手ばっかり上がってくれればいいんですけど、やっぱ全員が2回上がる方がいいですね。しかも総合練習と来るとこの上がり具合。いやーえぐい。これもう一回できますからね。徳高総合練習来るまでもアイテム使います。もう誰でもいいや。今なんかマネージャーが一瞬すごい顔をしてましたが、まあいいでしょう。お、練習指示ナイス。徳田ナイス。ナイスナイス。牧山シンカーマックスからのフォークマックスも行きたいけど、多分そこまでね、間に合わない気がするんですよね。だったら44にまずしようか。多分777はさすがに無理ですよね。うん。さあ、ここもね、どっちがプロ入りするのか、もしくは2人ともプロ入りするのか、なんなら両方日本代表に選ばれるのかというところも含めて非常に楽しみでございます。難度アップ。柳原もどこかしらサブポジつけようかな。まあ外野ぐらい逆につけてあげてもいいかな。結構守備高手がショートとかあり。あ、でもショートセカンドはまあまあいるからな。あの二人変える。あ、でも宮本さんは変えそうだな。あ、でも柳原セカンドか。じゃあいいや。結局いいやっていうパターンになりましたね、今の。オッケー。どの上一塁手20丸、これもったいないな。ちょっと今変えとこう。ちょっと早かったな、これ使うタイミングが。弾道アップ。また練習指示来ると思うので、そんな時にね、使えばいいと思います。宮本さん、この月はもう総力やっといていいと思います。はい。うん。うん。92じゃまだ。いや、1年秋92だったらもう勝手に100近く行くのかな。いや、微妙だな。天才だったらいいけど、天才じゃないので、やっぱ変えておきます。で、末松がファーストもできるようになりの。よし。岩橋微妙だな。まあまあまあ、うまく見極めてやっていきましょう。で、徳田5ですね。で、スポンジはまだ効いている。感染使ってアイドルを踏むと、この練習効果アップが2回続くようになるので、もう一気にもう1月分以上の練習効果と言っても過言ではありませんね、これ。まあ、徳田の方がもちろん打撃は一気に入るけど、いろいろ考えると、まあ、総合練習が一番強いっちゃ強いのは強いんですけど、まあ、そこはあんま変わりはないかな。はい。何度かお話ししたことあるんですけど、投手二刀流作るときって、こういう練習でのミートパワーの経験値が半分しか入らないんですよ、野手と比べて。そのサブポジを持っていても。でも守備系はちゃんとマックス入るんですね。なんかそういうのとかもいろいろ考えると、総合練習が一番美味しいっていう僕の中では一応、形に昔考えた結果なったような気がしますね。行きましょう。ちょ、待って、合宿に向けてのカード調整がこれはきつい。あ、でもまあまああるか。
特打持っといて、これでもちょっと進みたいな。マシン打撃とインターバルソワール。で、投手系1個。で、今赤得はない。それはベンチプレスですよ。うわー、これ微妙だな。ちょっと1で更新していくかもしれない、合宿まで。シャッフルしてもなかなかこういいのばっかり揃うことはそうそうないので、難しいところですね。お、いける。2人ともミート全然間に合うやん。ナイスナイス、さすが天才。てか村野は天才じゃないのに強すぎる。冷静に強すぎる。これミートパワー BB にして硬いスにしよう。村野天才じゃないの本当は。村野実は天才説とかないのこれ。あまりに強い感じがするな、なんか。お、これはだいぶこう、良くなってきたんじゃないですか。宮本さんもうやめとこうか。もうミートでいきましょう。てか、ミートもしかしたら間に合ったか、それはないですね。やっていきましょう。さあ、弾道4になって、和田さんはもうちょい総力上げておきます。強い、これ。マジで強いよ、和田さん。これ3割5分8厘、8本29打点はちょっと物足りないですね。もっとできるよ。お、岩橋もミートパワー。まあ最近全然記者来てないので、そろそろ来そうな気がするんで、2月間に合ってほしいですね。まあアイドルを一応踏むのだが、まあ一応アイドル踏んだ方がいいと思うな。で、全て最小にして、いらないやつを使いまくって、合宿に向けていいカードをちょっと貯めたいと思います。ダンベルナイス。直上がりも1回しか来たことないので、そろそろ来そうじゃないですか、これ。今のが出ると雪が降るようになります。よし、新入生スカウト。まだ誰もスカウトしてないですからね。まあ、とりあえず投手行ってみよう、全部。新潟県だな、あれは。よし。よし。なんか、今年不作っぽいぞ、全体的に。全体的に不作っぽいぞ。お、その先の野球マスもナイス。まあこれはさすがに2マス進もうか。新潟行った。次は兵庫県。兵庫県は絶対強い人いる。おい。え、全然欲しいと思う選手が今年いないんだけど。だったらなんか地元かなんかにいたあのちょっとだけ強いサードを取っといてよかった。これは、やばいな。まあまあ、まだまだ始まったばっかりですね、スカウトも。まだまだこれからでやんすよ。行きましょう。で、合宿で、テンションを、まあ、強い選手を上げておくと。まあ、選ばれた選手を上げるっていうのでもいいんですけど、ちょっと実況の都合上時間がかかりすぎるので、それをすると。思ってるやつを全部使っておこう。大体テンション高い。ナイスナイス。これはいいわ。これもいいわ。これもいいわ。いや、まじ、いやー、なんか、微妙。これでいいでしょう。さあ、ということで、牧山、岩橋、高見沢。いいメンツ。めちゃめちゃいいメンツ。パワーヒ、あ、全員パワーヒ、行こう。これにしよう。牧山もパワーヒ欲しいですしね。普通に二刀流ですから、牧山は。頼む！パワーヒ、うわぁ！怪我しにくさとかもう栄冠になくしてもらってもいいまである。これも末松。末松、もう一個。もう一個。もう一個。もう一個って急に、さくらんぼになったな。はい。もう一個特能をつけば、もうガチレギュラー。
渋くないか、なんか徳田クリスマス後に置いておきたいんすよ。うわ、なんか渋いな。うわ、これは参った。あまりに渋い。これ末松守備面を、およしよしよし左投げのサード守備職人、もしくはファーストでもいけるし、まあでもファースト天才がいるからな。でもまあいろいろ回すのでまあいいでしょう。瀬野末松市原、これはもう末松市原、まあ市原狙いでいきたいですね。阿部飛行学やばいです。阿部飛行学やばいです。市原に天才に阿部飛行学どっちついてもやばいです。難しい。こまめに体力を回復していきましょう。これは岩橋でいきたいですね。もう彼もまた天才バッターです。降格でしょうね。もうあ、まあ阿部比がん、こっちの方がいいぞ。こっちでいこう。え、渋っ渋っ。さあ、佐山ももう一個得のをついた瞬間に完全なレギュラー。もうこれは稲倉と佐山に阿部比ですね。まああんまいい合宿ではなかったですね。まあ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 仕方ない。そんな毎回神合宿が来てたらとんでもないことになりますよ。やっていきましょう。で、クリスマス、あとは、いや、クリスマスにもう感染引こうか。こうなったら。取り返す意味でも。まあ、これはやっぱ1年生の天才が優先になってくるかなと思います。いや、盗塁プラスに行く？行っちゃう？ユー、行っちゃいなよ。粘り打ちでもよかったよ、正直。あ、なんか違うことした気がするけど、まあいいや。23、24、水曜日がクリスマス。いやー、観戦狙ってやろう。もうこうなったら、練習試合申し込みをすると日曜日、わかんない。これはどうなるんだい？ 1,2,3,4,5。 やっとっか。え、これ練習試合の後も練習効果アップって続く？今までやったことがない、それを。あ、土曜日かい。土曜日だったらもったいないって。え、これはどうしたらいいんだ。困った。しかもこれ、あ、これは完全にミスった気がする。野球マスもあんま出現しなくなるし、これは完全にミスった気がする。いや、でも、結局一周回って考えた時に練習試合したら能力が上がるから、結局練習試合が一番強い説が自分の中でなくもないんですよね。実は。実はね。ちょっと待って、でもいろいろミスってる気がしなくもないぞ、実はこれ。いや、もう行こう、これは。普通に。徳田も来たし。まあ、2マス、野球マスでもいいよ。もう。ちょっと、3マスの徳田っていう。いやー、なんも言えねえ。いや、でも結局練習試合するからやっぱこっちの方がいいまであるな。3マス、2マス分進めなかったけど、その2マス分は練習試合で補えるみたいなところはあるんじゃないでしょうか。ちょっと感染も引けないそうだったしな。いいでしょう。悪くないでしょう。そしてその後にアイドル控えてるんで、トータルで言うと勝ちましたね、これは。まあ、試合に負けて勝負で勝ったみたいな。ちょっとよくわかんないですけど、やっていきましょう。まあ、末松絶好調なので末松でいきましょう。
宮本さん、ちょ、なんかこれは全力で勝ちに行きたい感があるので、僕の中で。でもセカンドでしょ。あ、どの上セカンドついてたら、こうやって宮本さんが調子悪い時にどの上セカンド、どの上ファーストじゃなくてセカンドつけてもよかったな。まあでもいいか、宮本さんはあんま外したくはないですね。やっぱしっかり育成したい選手なので。よし、よし、ガチャキーちゃんとしようか。よし、やっていきましょう。まあ強豪校には負けないっすよ。いや強いぞこれ、これ強いぞ。ムード丸がいるぞ、ムード×もいるぞ。これで打ち消されたぞ。なんとも言えないチームだな。これただ A ぐらいあるんじゃないかな。 B か、投手力は低い。オーマイ神様。スタート満塁、高見沢頼むぞ。カット打ち持ってるから変なところはカットしていこう。 OKOK、もう流してショート深いところに打ったら絶対にセーフ。彼の足なら、なんなら叩きつけたショートゴロでこれでセーフまである。それは言い過ぎた。ちょっと高見沢君、二度のチャンス、これチャンス下がるよ、このままじゃ。大体チャンス下がるんよ。そういう危険な匂いを感じた時には、必ずセーフティーで一度ヒットを打っておく。うわ、あかんやん。あ、じゃあ、高い、あ、こ、あ、なんでもない。いや、あかん。本当にセーフティーが弱くなった。これは打てっちゅうこっちゃな。あんまセーフティーばっかすなと。よし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 。まあ、バントですからね、さっきのは。よし、オッケーオッケー。絶対に勝たないといけないので、まずこの試合。よーし、オッケーオッケー。あ、そういえば天才はプロは結局変えないっていう方針になりましたけど、天才の足速い選手はさすがに左にしておいた方がいいと思いますので、それは忘れずにやっておきましょう。やっぱ末松か？やっぱりサードのレギュラーは末松か？高見沢3番バッターなので、しかもチャンスも C ぐらいあるんですよね、普通に。ちょっと頑張ってほしいところあります。ただ練習試合は得のつきにくいし、おそらく消えにくいはず、記憶が正しければ。練習試合も多分コールド勝ちっていうのはありますよね。宮本さんちょっと打撃能力まだ上げられてないから仕方ないところはありますね。なんかいつかのあの広角流し打ちがあまりに多すぎた世代、あの世代になりたいんだよな。あんだけ打ちたいんだよな。あれは最高に楽しかった。結局ゲームっていうのは無双するのが一番楽しいっていうのが僕の思想なんですけど。ダイソー出しましょう。さあ、なんか投手力は結構低いチームっぽかったんですが、クイック B の普通にいいピッチャーが来てますね。これはセーフになるでしょう。6、7はさすがに信頼していいと思うんですよね。クイック B151 はまあまあ盗塁しにくいですね、本当に。佐山のところは育成枠つってもだな。つってもでね。まあ、てかまあ試合やりたいしね。あ！強っ、強っ、めちゃ強っ。
めちゃ強いや。まあしないでも上がりますしね。いいでしょう。トータルで勝ってます。やっていきましょう。でこれはさすがに徳高総合練習は次引きたいので、それを狙いつつもこう感染も出てくれたら嬉しいなみたいな。ちょ3つでなんとか練習指示も引ければ嬉しいなみたいな、そんな感じでねやっていきましょう。もう次の月の分もやっておいていいと思うので、サポアップ。さあ市原、これ弾道を上げていいですね。てかアイドルのおかげでだいぶ本当に強くなりましたねこれ。宮本さん2月までにミート B ワンチャン言うて、ワンチャンあるでこれ。ウェイ。さあ岩橋もこれで BB 来て弾道を上げていいと思います。貝塚はこう何がこうどうなるのかわからないですね。まあこれで総合練習でいきましょうか。まあ、練習効果アップがまず来るかどうかわかりませんが、よし、数人というのが誰かによりますが、いいメンツだと悪くない結果になると思います。はい、行きましょう。2026というとウルード氏でもなければ世界大会もない感じかな。はい、お、大吉。大吉はなんか青マスが増えるかなんか野球マスめっちゃ出現するかみたいな、そんな感じだったと思う。確率によってなんですけど、野球マスめっちゃこの1年間増えた、やばいぞこれは。楽しみ、こっから。ただ大凶来ると赤マスがめっちゃ増えるとか野球マス減るとかそういうのもあるんで、あれ引かないっていうパターンも全然ありなんですけどね。ということで、ちょうどいい時間になりましたので、この大吉を引いた後はまた次回ですね、オフシーズン後半戦をやっていきたいなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。次回新入生スカウトから、アディオス。